フラメンコギターとウクレレで、こうなんかこうバトル的な感じでね、こう。さあ、というわけで、ね、黒川くんといったらさっきも言ったように、フラメンコギターだけじゃなくて、まあベースだったりとか、あとウクレレもね、教えているということでございまして。で、じゃあ黒川くんにちょっと聞きたいんだけど、さっきもね、質問で、その、ウクレレでフラメンコを弾いているっていう愛好家もね、そう、我々の布教活動のおかげで、フラメンコもね、ウクレレで弾けるんだみたいな感じでね、もう少しずつ浸透、ね、させている次第でございますけど、なんかこう、ウクレレでこうフラメンコ弾きたいっていう人とかって、なんか結構いたりします？あ、そうですね。めっちゃ多いわけじゃないんですけど、数名いて、なんか、ウクレレをシンプルに教えてるんですけど、やっぱ、最終的にはそういうのも弾きたいっていう人もいます。そういう時って何から教える？ルンバとか教えるの？ そうですね。なんか、僕、セビジャーナスからレッスンしてますね。セビジャーナなス、るほリズム弾いて、そこからメロディーと伴奏を分けて、レッスンして、可能だったら一緒に弾くみたいな。ウクレレでメロディーを弾く。ミラそうなんですラーよ。カラカーとか、パサラビーダーとか、そんな。聞きたい っていう、今、もう無言の、メッセージが、今、コメントが届いてるんで、ちょっとなんか、セビジャーナスウクレレで弾くとこんなんだよって、ちょっと今、ウクレレ、ございます？実は今ちょっと出先で ああ、彼女んち、あら、いやらしい。失礼しました。あ、わかる、適当に言っちゃった、ごめんなさい。あ、そうなんだ、失礼しました。でも今否定はしなかったかな。否定した、そうだよね。そうだよね。ごめんね。全力でプライベートを伏せようと思ったら本人からダダ漏れっていうですね。ごめんなさい。大丈夫、誰も聞いてないから。はい。じゃあ僕の方で、じゃあウクレレでセビシャーナ弾いたらこんなんだようで、じゃあミララからだったら、テコを弾いて。ミララ、ウクレレだと、僕ね、面白いのがね、なんか音程がつかみにくいんだよね、それ。ミララー、そうだよね、ミララーだよね。ウクレレだと一瞬が分かんなくなる。ミララー、そうか。ミララーカラカラケラピメラー。こんな感じで。ケラピメラー、ミララーカラケラピメラー。ミララーカラカラケラピメラー。間違いなくそんな感ああ、ありじがとうございます。です。ありがとうございます。で、これメロディーをね、ウクレレで弾くっていいね。なるほどね。そう、メロディーだけ弾いて、コードだけ弾いて、足して2で割ってって感じですね。なるほど。その時は別に歌は歌ったりとか、弾き語りとかじゃないんだね。あ、弾き語りの生徒さんもいらっしゃいますね。メロディーを使って、なんなかるでほど。も、両方弾きたいっていう生徒さんが多いかもしれないです。メロディー、ソロ、でも弾けるようになりたいし、で、伴奏でね、こう、ジャカジャカ弾けたらいいよねっていうので。そんな感じです。なるほどね。いやー、ね、うちの教室ではね、こう、フラメンコギターでね、長年ずっと教えていったけど、でも、いずれはこう、あれだね、フラメンコギターとウクレレで、こう、なんかこう、バトル的な感じでね、こう、バトル、ちょっとよくわかんないですけど、よくダンスバトル的な感じで、こう、ね、ヘイヨーヨーみたいな感じで、こうでやってるみたいな感じで、ね、フラメンコギターとウクレレのこう、バトル的な感じもね、ちょっといつか実現したいなって今思いつきましたので、ちょっと今度ね、あと、うちの教室で、ほら、それぞれ講師たちのね、また生徒さんたちもいらっしゃるから、もう、チームケンブラックとかね、チーム黒川みたいな感じで、なんか関東連合みたいな、暴走族のなんか、グループみたいな感じで、こう、お互いバトルみたいな感じで、いいなと思いましたよね。というわけで、今回の動画、いかがでしたでしょうか？それでは、最後にお知らせです。僕は、日本最大級のフラメンコ音楽専門スクール、ビバフラメンコ音楽教室を主催しております。ギター未経験からプロを目指したい方まで、10代から70代まで幅広い方にレッスンをさせていただいております。
ギターだけではなくてウクレレも、そしてオンラインで全国対応という感じで、日本全国でフラメンコ音楽の魅力を届ける活動をしております。ただいま無料体験レッスン、そして入会金無料キャンペーンを実施しておりますので、詳しくは概要欄をチェックしてみてください。それではこれからもフラメンコを楽しんでいきましょう。あれー